もずくは、滑走砂長松もめもずく科の階層。別名は、糸もずく。枝分かれのある、糸上層類である。また、もずくは、もずく科や、長松も科に属する階層の総称とも使われており、多くの種の和名に、もずくとついている。長さは、数十センチメートルほどもあるが、幅は一数ミリメートルほどしかなく、各所で枝分かれする。表面には、 多頭類が分泌されており、手で触れると、ぬめりがある。主に熱帯から温帯の浅い海に分布する。日本沿岸では、冬から春にかけて、光が届く、超過帯の岩礁に生えるが、夏には他の海藻類と同様に枯れてしまう。ホンダワラなど他の滑走類に付着することから、もつくという名が付いたと言われる。海中に自生している時は褐色だが、 他の滑走類と同様ネットをに通すと緑色が出てくる。噛むとは亀のような歯触りがあるが表面の多糖類のためヌルヌルとした食感が先に立つ。日本では食用に漁獲される。食材としては食図であえたもずくスが食べ方として主流。とさず、サンバイスなどと合わせてプラスチック容器に入れそのまま食べられるように加工した食品が主に流通する。 他にも生のもずくに衣をつけて、天ぷらにしたり、吸い物、雑水などにも利用される。沖縄県では、衣が厚い独特の天ぷらにソースをつけて食べる。日本国内で食用として流通するのは、厳密には、長松もかに属する沖縄もずくクラドサイファン、オカムウラネスと、イシモズクスフェロトリケアディボリーコタが9割以上を占め、もずくは少ない。なお、沖縄もずくなどは、 もではなく、石に直接付着する。主産地は、日本では沖縄県が昭和50年代に養殖に成功した。日本国外では、トンガが特に有名である。台湾などでも、ファーツアイの代用品として、沖縄モズクの養殖が試みられており、海ファーツアイという商品名を付けている。ありがとうございます。